スーパーハイパー爆速ダッシュ。今回はホワイトチョコクッキーを使っていきます。なぜ今ホワイトチョコを使っていくかと言いますと、先日のアプデでクマゼリーメダルが強化された影響で、現環境ではクマゼリー宝物編成が流行ってるから、クマゼリー宝物と相性のいいホワイトチョコを使ってみたら面白そうだからなんだぜ。ホワイトチョコはスーパーハイパー爆速ダッシュなので、クマゼリーを回収しやすくて、クマゼリー宝物発動のテンポが良くて相性がいいんですよね。そんなわけでホワイトチョコを使っていくわけですが、まずはホワイトチョコの能力を振り返ってみるんだぜ。ホワイトチョコの能力は、手動発動タイプとなっていて、一定時間ごとに能力発動に必要なカウントが溜まるので、カウントが溜まった状態でスライドをすると、カウントを消費して能力発動することができます。能力内容は、短距離の磁力付きダッシュとゼリー生成です。短いダッシュだけど連発しやすくて、タイミングも自分で選べるのが強いんだぜ。スコアは今だとインフレにのまれかけてますが、強化された当時はランキング1位になったりしてました。それで、そんなシンプルな能力ですが、それを複雑かつ強力にするのが、高速ダッシュアイテムとの組み合わせです。クッキーの中には、能力ダッシュが高速ダッシュアイテムのダッシュと重なった時に、とんでもない速さになるタイプの子がいるけど、ホワイトチョコもそのタイプなんだぜ。ホワイトチョコも、能力ダッシュ発動と、アイテムダッシュのタイミングが重なると、とんでもない速さになります。なので、ホワイトチョコの能力は、ステージなどにある高速ダッシュアイテム発動時に合わせて発動するのが、ほぼほぼ必須となります。ちなみに、ホワイトチョコのペットは、高速ダッシュアイテムを生成してくれる能力なので、このペットの生成ダッシュアイテムに、合わせて発動していくのが基本となりますね。このダッシュの重ねというのは、するしないでは大きく稼げる距離が変わってきて、スコアも大きく差がつくんだぜ。ホワイトチョコがランキングに入ってる際には必須のテクニックとなるので、知識として持っておくといつか役に立つかもですね。そんな感じで、ダッシュ重ねを駆使したホワイトチョコは、稼げる距離がとんでもなくて強いです。つまり、クマゼリーの回収力もとんでもなくて、クマゼリーを一定個数集めるごとに能力発動するゼリーとビーンズが発動しまくるということなんだぜ。クマゼリーメダルはダッシュ中も、通常ゼリーをクマゼリーに変換してくれてますが、ダッシュしてると変換速度上がってて見てて気持ちいいですよね。でもダッシュしたとて、クマゼリーメダルとは特にシナジーはないかもです。どんな速度でも、決められた個数だけを変換する仕事人であるクマゼリーメダルには、なかなか干渉できないんだぜ。なんかいろいろ話してたらこの動画の趣旨がわからなくなりました。とりあえず、ダッシュが強い子は、距離稼げてステージゼリー回収をしやすいので、ホワイトチョコもダッシュ強くて、ステージのクマゼリー回収しまくれて、クマゼリー宝物編成と相性がいいわけです。そんな感じなんだぜ。ちなみに、ペット能力の解説は軽く触れただけで飛ばしましたが、高速ダッシュアイテム生成という、コンビクッキーの能力と尋常じゃなく相性のいい能力だけじゃなくて、ダッシュ中に全てのゼリースコアがアップする、という常時発動バフも持ってます。ホワイトチョコは何気にゼリー生成も結構してるので、その辺も相性いいですよね。ダッシュで距離稼げるし、しかも磁力付きだから、全ゼリースコアアップもなかなか実感あるんだぜ。それで、今回の編成に関してですが、バトン後のクローベリーも、ペットの高速ダッシュアイテム生成能力と相性が良かったりします。クローベリーは、今回のアプデで、能力のダッシュと、アイテムのダッシュが重なるようになったので、ホワイトチョコと同じように、ダッシュ重ねが期待できるんだぜ。でも正直、手動発動能力じゃない子は、アイテムダッシュが能力と重なるかはタイミング次第となるんですが、クローベリーに関しては、手動発動ではない子の中でも、ダッシュ重ねが期待しやすい性能をしてるんですよね。というのも、クローベリーは能力の前半が固定速度で、その間に高速ダッシュアイテムをとっても発動しなくて、後半の能力ダッシュ部分になってから、高速ダッシュアイテムの効果が発動するので、高速ダッシュアイテムを取っていいタイミングが、他の子よりも長いんだぜ。何気にめっちゃ便利な性能してます。そんなわけでクローベリーは体力的にも噛み合うし最高ですね。宝物は、メダルとエンジンは固定で、残り1枠にビーンズかゼリーを入れるかで迷うところだけど。昨日と同じく、ビーンズの能力発動後のスコアを、回収する自信がないのでゼリーにしてます。編成についてはそんな感じです。そんなわけでホワイトチョコの爆速クマゼリー回収がとんでもない動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。のし。